十何年いて、これからを考えると家族よりも長くいるのではないかしら。ありがとうございます。ちょっといつも喋ってる言葉じゃなく、うんうん、多分京都弁なので、はい、なるほどね、あ、絶対こんな風に言わないなっていうのが、あの、あ、逆に、はい、標準語やったら、はい、まあ標準語か大阪弁しかやったことなかったんで、うん、驚かんときやとか、絶対びっくりせんとってなって言うなとかっていうのが面白いなとか、あと、まあやっぱり本も面白いというか切ないというか、うんうん、素敵な本だなと思います。いや、なんかすっきりした劇団だなっていう、すっきりした、はい、なんか爽やかだなと思って、なんか役者さんの印象がすごくそういう感じで、はい、うん、実際稽古場に来ても、うん、なんかこう皆さん嫌味がなくて、うんうん、気持ちの良い現場なので、うん、やりやすいなと思ってます。永久さんは、前に竹内さんが書き下ろさ、モンギターが、はいはい、あれを竹内さんの関係で知って見に来させていただいて、はいはい、でその次のもこれに出るって決まったんで見させていただきましたね。はい、まあまあ見て別に何も思わなかったんですけど、まあ今回その一緒にやらせてもらってるその戯曲本自体は非常に、うん、なんていうか、あのチラシの生田さんが、はいはいはい、あの OMS の選評として書かれてはる、はい、明るい虚無感、はいはい、軽やかな喪失感、はいはい、これが非常にその、うん、ハマるなというか、うん、非常にその、うん、素敵な作品だなという、うん、喪失感とか虚無感とか好きなんですよ。あ、そうなんですね。そうですね、まあ、旗揚げの前からもうサボテン座時代から僕は作品見て、サボテン座時代から近畿大学の演劇部、ね、土橋君と課長松原君と影郎くんは同期、うんうんうん、学生の時同期でしたので、なんか変わったなとか変わってないなとか、いい意味で変わってないなと。座長なんかどうですか、変わってますか。いい意味で、いい意味で変わりました、ね、いい意味でそのまんま、まあ、いい意味でな、うんうん、本当に面白い作品だなと思いましたし、うん、まあ、僕がやる宇野沢という役は客席で見てて、まあ、あ、面白そう、やってみたら面白そうだなって漠然と思ったのは覚えているので、あ、まあ僕の個人的な感想ですけど、もっと分かりやすく演出してくれたらスッスッ入ったのになと思って見てたんですけど、うん、多分今回は違うアプローチになると思うので、それをお客様がどう感じられるかかなと思います。多分いろいろお客様が見ながら思考するという、うん、だったり、先ほど竹内さんもおっしゃってましたけど、思考しながら気持ちもドキドキするっていう方向になると思いますので、うん、僕の思惑とは違ってそっちの楽しみ方になるのかなとは思います。なるほど、はい、初演の時にそうです、別の役ですよね、はい、ゆいちゃんがやってた、ゆいちゃんがやってた役をやらせていただいてたんですけど、はい、その時とは、まあ、その時は劇団員ではなかったので、うん、まあ劇団員で環境がまあまあ変わってっていうのもあって、そう、まあ、エミさんが休団されたっていうこともあって、うん、うこう、なんていうんですか、永久の劇団員としてちょっと看板背負ったみたいなところがあるんですね。そうですね、下の人間じゃなくなった感がこう、うん、あるので、しっかり、そう、ゆうちゃんも入ってきてくれたので、うん、しっかりせななっていうのと、すごくこう香りっていう役はこの作品において重要な部分を担っているので、しっかり、なんていうんですかね、あ、なんて言ったらいいかな、責任重大ですよね、はい、やっていけたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。前回林田さんがやってる役をやってるので、まあ多分全然見た目も何もかもが違うんで、でしかも竹内さんが演出してるし、多分お客さんが、前見てたお客さんも、まあ、楽しく見れると思うので、なんか、うん、新しいものにちゃんとそこにちゃんとできたらいいな。
なと思ってます。で、毎日竹内さんに言われたことちょっとずつ頑張って楽しんでもらえるように。そうですね、大きい声でね。そう、大きい声でやっていきたいと思っております。劇団になってもう初めてちゃんとした役というかおかしいですけど、ああいうポジションの役を与えられたものなので、まあ、同じ役ではあるんですけども、まあ、しっかりと前回見られていない方に対しても、まあ、もちろん、前回見た方にも、もちろん、自分楽しんでいただけるような作品、まあ、笑って泣ける、うん、そういう作品を作りたいなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、当然永久として土屋敏っていうのがいて、それを上演するのが当たり前やってる段階で、今回はせっかくなので他の演出家さんを呼びましょうっていう、まあ、劇内で話し合ったんですけども、真っ先に浮かんだのがやってるのがやっぱり竹内さんやったんですね。で、まあ、それをまあ土屋氏に提案した時に、まあ、土屋氏も、まあ、喜んでくれたんで、いいですね、うん、でこれはもうちょっと正直やりたかったので、まあ、劇団にもお願いしたっていう、まあ、で、まあ、当然快諾していただいたので、期せずして、まあ、そのタイミングやったんかなっていう気は、いや、まあ、巡ってきたなっていう、まあ、当然その流れがあったので、はい、悲惨な戦争を文字という流れがあったんで、うん、確かにね、うん、まあ、この作品実は難産だった作品なので、非常に初演の時は稽古量も少なくて、もう必死になって小屋入ってから何回もずっと稽古してて難産で、いろいろやり残したものもあって、で、まあ、作品としてはやはり、大山記憶賞という形で賞をご褒美いただいて、で今回もう一度機会を与えてもらえたっていうのはと僕としてもとても、嬉しい。もう一度この、まあ、役どうなるか分からないと、今回同じ役になることでチャレンジすることができて、でかつ竹内先生の演出が入ってという形で、非常に僕の俳優としてのメモリアルなものになるんじゃないかなというのは僕も思っております。もう確実に面白い芝居になると思います。うん、はい、それはもう隣に見てて確信してるんですけど、そうですね、あとはもしかすると本当に A 級の俳優のベストアクトがまたここで更新されるんじゃないかっていう、もうされつつあるような気がしてて、なるほど、それもめちゃ楽しみにしてますね。ああ、僕らとしても、うん、やはりそれなりに大きな A 級としても節目になる公演じゃないのかなと思って、うん、僕らもかなりいつもよりはかなり力を入れてやってますね、うんうん、とても見応えある作品ですので、ぜひぜひ、皆さんお越しになっていただけると思います。正直良くのない劇団としてここまで来て、うんうん、でもたくさんの方に応援していただいて、まあ、賞をいただいたっていうのもありますし、で、まあ、この4年間のねつながりがあって、竹内さんに演出していただけるということなので、まあ、こういう方も、ね、竹内さん恥をかかすわけにはいかないので、なるほど、うん、当然ベストワークトを目指して全力で最後駆け抜けたいと思います。はい、わかりました、はい、引き続き頑張ってください。ありがとうございました、はい。